Welcome to our channel, 東京女子くのえみです。 Hello! I am brother, ね。 英語圏じゃない人の英語喋る。 スキンケアしてますよね、意外と。私意外にしてる。私ゴールド結構好き。何なのゴールドか初めて。私は普段赤いの使ってるんですけど、アクアレーベルですね、のこっちがモイストでございます。オイルインでございます。新しく出ました。何が出た？ブルーです。あら、美白ケア。ああ、なるほど。違いをね、明確にして使う人によってどれ選んだらいいか、確かに違う、伝えていけたらいい。なるほどね。テクスチャーが違います。何ですか、テクスチャーって。なんか中身が違いますね。クソみたいな、クソみたいな説明よ。本当に全然違うね。モイストはジェル、本当にジェル、オイルインはちょっとつぶつぶ入ってます。本当だ。ホワイトは本当にクリームの、クリームですね、うん、私使った感じ言いますと、うん、赤いやつは同じ量使って結構首までいけるぐらい伸びがいいですね。そうなの。ちょっと固めなのよ。しばらく経っても肌の上に残ってる感じ。この3つと比べて硬いの。そうそうそう。私はこれしか使ってないからこれが硬いっていうのは意外だったわ、うん、あ、本当だ。ハードでしょ。ハードだわ。でも伸びめっちゃいいでしょ。確かに、はい、クリームでスッて入ってきます、うん。こっち硬いから残るけど、馴染むわけね。そうそうそう、がっつりって感じ。あら、もうテカテカになる感じですね。これはどういう方が使うのが一番いいんですか。アラサー以上の方、油分が減ってくんですよ、アラサーになると。つまりアンチ、なんだ、アンチエイジング。アイジング。そう、ほんとそう。使い方が3種ちょっと違います。違うの。面白い。私もこれ調べる前まで適当に使ってて反省しました。ほんと反省してほしい。はい。基本的に、うん、まあ、全部オールインワンなので、洗顔した後にアーモンド1個分顔につけると、うん、はいはいはい。で、赤なんですけど、うん、すごく肌を潤わせたい時は、うん、もう1回アーモンドを取って。アーモンド代をね。アーモンド取っちゃったら食べなきゃいけなくなっちゃうんで。うるせえな。同じ量を取って。そう、同じだから2回やるので、3本置くんだって。馴染ませるとか、うん、ホワイトなんですけど、はい、同じように重ね塗りはできるんですけど、はい、さらにシミの気になる部分には少量取って重ね塗りをしてください、うん、だからシミの上にのせるといい、はい、アーモンド一つ部分ね。顔の頬とおでこと鼻、はい、顎に置いて、はい、頬とか額の広いところから、はい、顔の中心から外に向かって全体的にマッサージをする。水分値をちょっと測りまして、スキンチェッカーで赤の方が付属がしましたね、はい、本当だ。赤の方が本当だね。ね、でも、うん、個人的には 4,5 時間したらドローになります。勝ってはいるけど1ぐらいの差になるのは 4,5 時間後。黄色と青比べました、はいはいはい、これに関してはドローとさせていただきます、うん、まあ、ほぼドローみたいな状態で。使用目的が違いますもんね。そう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 。だからその水分量じゃないよと、これは。そう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 、うん、今度は成分も調べました。特性が違いました、はい、ちゃんと。アクアレーベルモイストは、はい、潤い浸透と潤い貯蓄、うん、それでこう弾力ジェル。確かに一番硬いし、うんうん、一番残ってる感があるから、潤いを角層深く届けて肌に溜め込む独自技術のジェル。この図が資生堂さんのサイトにあるんですけど、モイストにしかなかったんです、この図が。で、モイストさん特有のジェルってことよ。ホワイトのすごいところがありまして、 4MSK という成分が入っております。なるほど。わかるんかい。それは何ですか。これね、すごいことで、エリクシールホワイト3630円、これが1万1000円。高っ。それにこれとかに入ってるのが4MSK です。ああ、なるほど。これ2000円ぐらいなんですよ。あ、そのお入れたと思って。ハイスペックな、そう、美容液に入ってるもの、4MSK がこれに入ってる。何なんですか 4MSK。 肌の色素が、はい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 、黒くなってる、はい、メラニンがその肌の奥に溜まってるのがシミの、うん、シミになってる。でそれを排出してくれる、上の方に。もっと詳しく白の動画出したって。みんなで白の動画を見よう。見て。で、オイルでございます。オイル、皮脂の構成に近い3種のオイルが入っている。それがオーガニックホホバオイル、オーガニックセサミオイル、スクワラン。スクワラン言えない。このオイルがカプセルになってる。だからさっき言ってたやつだったんだ。だからこの金色っぽいやつ、それが弾ける、塗ると。あ、
このオイルで張りとか潤いとツヤを与えてる、うん、ああいいじゃないですか。処理系水分の潤いを持続してほしい。はい、赤赤。マッサージクリーム系、肌が硬くてシワケアしたい人はオイルインカリ、はい、さっぱり系、潤いとシミのケアをしたい人。だからただ単に潤えばいいっていうわけではなく、ただとご相談をしていただいて、うん、だ今私シワ悩んでるなと思った人はこれを使えばいいし、うん、3つ共通してすごいことが起こってるんです。ほら、それはまた次回の動画で説明します。もうぜひ見てね。早く聞きたい。